をいただいて、それから商店街中を出したという、そういう手順で終わりたいと思います。で、専務のお話いただいた後にですね、今日カートリッジなんかをお持ちになっている方があると思うので、その方はこの災害の事務局の方で、それをポイントに置き換えていくということを終わらせてからスタートという手順でお願いをしたいと思います。で、また今日はなんかご質問ありましたら、ね、なんか終わられた後にご質問をいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあご紹介いただきました、烏山駅前通り商店街の専務理事をしております松津と申します。よろしくお願いします。今日はまたわざわざ烏山の方までお越しいただきまして大変ありがとうございます。私どもの商店街もいろんな形で学校の方々とコミュニケーションを取っていきたいというふうなことで、この近くには大学では日本女子体育大学さんがあります。高校は厚生学園高校ですか。あと中学校関係では、くらいの都立関係が5校ぐらい、3校ぐらいですか。小学校が5校ぐらいですね。で、いろんな形で、そういった学校さんとはいろんな形で接触をしておりまして、また例えば夏休みに小学生対象とした今の街路灯が立ってるんですけど、その街路灯に、夏休みの宿題ということでフラッグに絵を描いていただいて、その街路灯に、約1ヶ月半ぐらい描いていただいた絵を掲げて、一般の方に見ていただくっていう、そういったアウトギャラリーということでやっております。またこれからもいろんな形で、今日おいでの生徒さんの方もまたこちらの方に遊びに来たり、あるいはまたお友達とこちらに来たりということがあったかもしれませんが、ぜひ商店街をご理解いただいて、これからもまた他の商店街の方と比較したり、いろんな形で商店街のご理解をいただければというふうに思ってますので、よろしくお願いします。それではお時間もあまりありませんので、私どもの方の商店街の事業をちょっとご紹介をさせていただきます。で、私どもの方の事業主体としては、スタンプ事業ですね。これは今例えば大型その店の山田電機だとかヨドバシカメラだとかいろんなところでポイント制を導入してるんですけど、私どもの方も昭和40年に、このスタンプポイントっていうのを導入しました。で、これのきっかけとしては、この商店街の中に西友大型店が進出してくるということで、当時の商店街の売り場面積と、西友の出店してくる売り場面積がほぼ同じぐらいと。で、そうすると商店街の売り上げが半減してしまうんじゃないかという、時間から、何か一家の大型店に対抗するいい方法はないかというふうなことをいろいろ模索してたわけですけど、で、結局たどり着いたのがこのスタンプ事業なんですね。で、内容としては、お客さんが今お手元にこういった台紙がいってると思うんですけど、このスタンプの加盟店さんでお買い物をすると100円で、ここに1枚ですね、スタンプがもらえるようになっています。で、これをこういったスタンプですね、これは1枚1枚記念払うことができるんですけど、100円で1枚ですね、もらえることになります。ですから2000円から20枚もらえる。で、それをこう買い物して集まったものをこれ貼っていただくと、350枚全部貼ると1冊っていうことになります。で、1冊になりますと、これが1冊500円でスタンプの加盟店さんでお買い物ができる。で、スタンプの加盟店さんがどこにあるかというと、そこに印刷してある店舗がスタンプの加盟店さんで、この加盟店さんでお買い物すると、これが1冊が500円で買い物ができる。またこれを金融機関ですね、烏山の6つの金融機関ですね、都市銀行2行、地銀が1行、新金が2行、JA が1行ということで、6つの金融機関があるわけですけど、これを金融機関に持っていくと、自分の口座さえあれば、その口座に1冊500円で入金ができるというふうな形なんですね。ですから、いろんなポイントありますけど、まず預金ができるっていうポイントシステムはないだろうと思うんですね。で、私どもの方のこの商店街のポイントが、
初めてこういったポイントでも金融機関で預金として受け入れをしてくれるというふうなことで、画期的なこのスタンプになっています。で、今全国で、1260 のスタンプ事業を展開しているんですね。で、その1260のところは烏山の私もこのこの商店街のスタンプ事業を真似て、烏山のスタンプ方式ということで、やっております。で、私どもの方のこの一枚一枚この発行を